こんにちは、石崎です。皆様明けましておめでとうございます。球春到来、いよいよキャンプが始まりました。野球ファンの明けましておめでとうは4回あると言われていて、まあ、1回目は皆様ご存知の通り1月1日、そして2回目は2月1日のキャンプイン、3回目はオープン戦開始、そして4回目はレギュラーシーズンの開幕。個人的に一番明けましておめでとうだなと思ってるのは2回目の2月1日のキャンプインです。もちろんこのキャンプの時期ってめちゃくちゃ希望だらけじゃないですか。若手選手の練習風景でこの選手飛ばすなとか、この選手めちゃくちゃ仕上がり良さそうだなとか、そういうことでポジってこのチーム今年こそ優勝するぞみたいな希望に満ち溢れてる時期なんですよね。でその中で今回は各チームの新監督に求められるポイント、まあ、こういうことをやってほしいなということについてお話しできればなと思っております。2021年オフ、ソフトバンク、中日、日本ハム監督が変わりました。やはり結果が伴わない最下位や B クラスというチームで体制が変わるというのはよくあることで、原監督、笹岡監督、辻監督も、まあ、順位は必ずしも最下位というわけではないながら去就が微妙と言われていた部分がありました。まあ、この3監督は22年も指揮を取ることが決定して、で原監督に関しては長期体制になりました。ただ2022年シーズンでこの監督が退任されるということが発表されました。まあ、これをシーズン前に発表する、まあ、キャンプイン前に発表するということに関していろいろ賛否あるとは思いますが、今年にかける思いの強さは伝わるのかなと思います。で今回新体制になって行われる春季キャンプの時点で期待されるポイントについて考えてみたいなと思います。全体で考えるならこの2つで、特に怪我人や離脱者を減らすことがめちゃくちゃ大事だと思っていて、で近年のソフトバンクの強さを支えてきたコア選手たちが離脱が増えてきたり安定感が減ってきたんですよね。で全体制は投手野手ともにそのコア選手たちに依存していた部分があって、助っ人含めそういう選手たちが離脱すると一気に苦しくなるということが起こってしまいました。まあ、どのチームもコアが離脱したら一気に苦しくなるのは当然なんですが、離脱した時に投手陣は下の世代、怪我から復帰選手で補ってきた選手層があったからこそ常に上位で戦う上昇ホークスを築くことはできてたんですよね。ただそれが野手面でなかなかできてなかったというのが近年の苦しかったポイントかなと思います。まず投手陣です。で投手陣の全体の成績を見てもらえればわかるんですが、あまり言うことがないように見えます。で開幕当初、笠谷選手、高橋礼選手らが先発登板をしながら四死球が目立ってしまってイニングを食えなかった感じはあるんですが、チームの投手層って大変厚いんですよね。むしろソフトバンクの投手陣で考えると、それぞれの選手のパフォーマンスを維持すること、これが一番大事かなと思います。今まで多くの号泣投手がいながら負担が大変大きくなる起用もあったり、怪我離脱が増えてしまった印象がありました。先発では東浜選手、武田選手、千賀選手が21年長く投げられず、新人王を掴んでいた高橋礼選手も近年は少し苦しくなってきています。17年の優勝を支えた岩崎選手、サファテが18年、19年にはあまり投げることができなかったり、18年多く投げてくれていた梶谷選手が19年以降は苦しかったり、21年は森選手、モイネロらコア選手たちが長期的に投げることができませんでした。もちろん長らく支えてきてくれている投手は野手同様いるんですが、この投手陣の離脱を減らすことが最大のテーマかなと思います。特に開幕当初16試合連続無失点と抜群の内容だった泉選手がリード、ビハインド等起用がとにかく多くなってしまって失速、後半は2軍となってしまいました。5月末までに27試合登板、6月には起用を減らして抹消。一方5月後半から上がってきた怪我から復帰の坂東選手が44試合、中盤以降だけでこの登板数、特に怪我明けということを考えるとかなりハイペースだったかなとも思いました。この2人をシーズン通じて安定した起用にして最後まで戦わせることができればと考えてしまう部分がありました。森選手、モイネロが22年もいることは分かっていますので、岩崎選手が移籍となっても高橋純平選手、甲斐野選手、津森選手、坂東選手、泉選手、松本選手、香山選手とリリーフは強力です。
田中正義選手や杉山選手、スチュワート、大関選手ら、もちろん先発でいてほしいメンバーの中で何人かは中継ぎに来ると思います。その中で何人の選手たちがパフォーマンスを維持して最後まで戦えるかというのが大きなテーマになるのかなと思います。特に甲斐野選手は早々に急性腸炎という形で離脱となってしまいました。まあコロナ禍ということで急に離脱となってしまう選手が出てきてしまうと思うんですが、それをいかに全員の選手でカバーできるか、まあいろんな負担を分散していくということが最初に求められるポイントなんじゃないかなと思います。そして野手に関しては少し求めるところも多いのかなと思います。全体の打撃指標で見るとこんな感じで、21年はグラシアル、周東選手の離脱や中村晃選手がやや不振だったこと、デスパイネ、アルバレスら助っ人選手で長打量産とはいかなかった計算外がありました。20年は周東選手、中村選手、柳田選手、グラシアル、栗原選手の後ろにデスパイネというやや左が多いながら 1,2 番でチャンスメイク、機動力、そして3以降にコアを3人並べ、2番から5番までがどんな投手でもある程度適用できて点を取れるっていうラインナップに見えたんですよね。6番に低打率でもホームランを打てるデスパイネがいて、本当に1番から6番までそれぞれの選手の特性を生かしたラインナップで、松田選手や甲斐選手がそれ以降にいるというのは本当に長打を打てる選手ですので、いやらしい打線だなと考えていました。ただこんなラインナップというのはそう簡単に作れないですし、まあこのラインナップを長期的に計算できてないのが近年なんですよね。で、21年は柳田選手、栗原選手群になりつつありました。で、このポジション別攻撃力を見ても、ライト、センター、DH 以外は基本的にプラスではなかったんですよね。で、特に長年の課題でもあるセカンドとショート、そして松田選手中心のサードはそろそろ若返りの形を見せたいところなんですよね。で、リチャード選手、三森選手、周東選手、野村選手らをまずはしっかり一軍戦力にさせないといけないですし、柳田選手、栗原選手がいるうちに柳町選手、上林選手、正子選手、正木選手らをしっかり戦力にしていきたいところかなと思います。で、個人的にもう一つ期待したいポイントとしては、21年多く出場し143試合で2割2分7厘12本、15二塁打、44打点142三振 OPS6 割5分8厘の甲斐選手、5年連続ゴールデングラブ。もちろん彼がいるからこそ、速球、そして落ちる球を多く投げるホークス投手陣が三振を奪える。守備の面でも評価が高い上に打撃でも2桁本塁打。すっかりホークスの正捕手であり、日本の正捕手にも近づいている甲斐選手のサブキャッチャーを見つけたいところなんですよね。疲労が見えていた時期はありましたし、当初好調で5番を務めていながら、最終的には2割2分7厘、三振142というのは、まあ、ホームランバッタークラスだったと思うんですよね。で、今まではサブキャッチャーで高谷選手がいたのですが、22年からはいません。久喜選手、海野選手らがサブになりますし、彼らもまだ1軍経験が豊富ではないんですよね。で、ベテランの高谷選手がサブなら、若手選手が2軍で経験を積みながら、ベテランの選手が少ない出場試合数でパフォーマンスを出してくれるという、まあ、本当にチームにとっては大変使い勝手の良い選手だったと思うんですが、まあ、彼が構想外となってしまった。甲斐選手の起用で高谷選手という起用ができなくなったので、まあ、この2人を甲斐選手の下の世代で戦力化させないといけないんですよね。で、しっかりとスタメン出場させて甲斐選手の疲労も抜きながら若手との併用体制という形を作っていってほしいなと個人的には思っています。キャッチャー、内野、外野ともに2軍で頑張ってきている若手選手を1軍戦力に近づけて、今の主力が離脱、疲労時にどれほどカバーしていけるか、そういう体制を2軍監督経験もある藤本監督には期待したいのかなと思っております。そして中日、5位に終わった中日ドラゴンズですが、課題は何といっても打撃陣です。与田監督体制になって大野雄大選手の復活と柳選手の大成長、中継ぎ陣の整備など投手陣は一気に強力になりました。18年までの投手陣の惨状を考えれば、ここまで投手陣を整備できたというのは長期的に考えても素晴らしいですし、2020年は3位に入ることができたというのは希望でもあります。ただ打撃陣は補強の少なさ、ドラフトも将来性指名だったこともありますが、なかなか火力を出せるメンバーにはならず、復活を見せ始めた平田選手、覚醒を見せた阿部選手も21年には不振時計が厳しいものではありました。2桁本塁打がビシエド、木下選手だけ、 OPS トップが7割台、1試合平均3点以下と相手に重圧を与えることはできませんでした。まず投手、大野雄大選手、柳裕也選手と2人の最優秀防御率投手という柱がいて、小笠原選手が復活の規定投球回かつバンテリンドーム本拠地という中で、この QS 率というのは正直寂しくはあります。
勝野選手、梅津選手、笠原選手、ジャリエル、松葉選手、清水選手ら候補は多いながら、この4番手以降を固めることができなかった印象はあります。まあ、特に勝野選手、後半戦に試合を作りながら勝ち星がつかなかったり、若手投手がなかなか1軍で長期的に投げることができませんでした。まずこの4番手以降をしっかり固めていくことと、全体で先発のイニング数を増やすことができれば、リリーフの負担もかなり減らしていけるのかなと思います。21年はライデルがいなかった時期もあって、又吉選手の負担が相当大きかったんですよね。2軍で80イニングの山井選手が引退してしまって、福島選手、竹内選手、加藤選手、松木平選手、上田選手、松田選手、石川選手と、近年の高卒指名投手がパワーアップが必要な体作りや怪我で2軍でイニングを投げられていないんですよね。まあ、その影響で少し22年以降の2軍の投球回というのは心配です。笠原選手、岡野選手、清水選手、山本選手らが2軍で多く投げられている一方、彼らも1軍に来てほしいところですし、まあ、そろそろこの4人も卒業しないといけないはずなんですよね。この4人が1軍昇格となった時に2軍のイニングは正直心配ですし、21年のドラフトでは投手で石森選手だけというのは少し心配です。まあ、なので大峰選手のようなイニングイーターは重要になるんですが、松田選手、上田選手、松木平選手、柿越選手らはとにかくパワーアップ、福島選手、加藤選手、石川翔選手、竹内選手、浜田選手らが、まあ、なるべくイニングを食ってくれないと、まあ、ちょっと厳しくなってしまうのかなというのが2軍のイニングで心配面です。まあ、なので1軍の先発のイニングと、まあ、2軍の全体の高卒投手がどれだけ投げられるかというのが、まあ、結構求めるポイントかなと思います。そして野手、まあ、一番課題と言われているポイントではあるんですが、まあ、なかなか難しい問題でもあるんですよね。本当に課題が山積みです。でまず京田選手、高橋周平選手らの打力アップと、21年離脱と不振の阿部選手、平田選手の復活が、まあ、一番求められるポイントなのかなと思います。まあ、ここは正直大前提だと思うんですよね。でこれらに加えて任されているのが、石川選手、ブライト選手、ネオ選手らのコア化、郡司選手、石橋選手、アリエル、岡林選手らの戦力化、1軍で出場できるようにすることというのが最大のテーマかなと思います。まあ、やはりこのポジション別攻撃力を見てもらえれば分かる通りなんですが、ファースト、キャッチャー以外ほとんどマイナスなんですよね。でさすがに補強なしで全てプラスにしろというのは無茶があると思うんですが、希望の若手自体は多いので、このマイナスをいかに減らしていけるかというのが、まあ、全体で一番求められるポイントだと思います。キャッチャー、ファースト以外でマイナス139点分です。他球団に劣ってる分でそれだけあるので、まあ、ここをプラスにするって、まあ、そんな簡単にできることじゃないじゃないですか。まあ、なのでここをせめてマイナス70くらい、投手陣ではある程度プラスを出せるメンバーだと思っていますので、ここを半減させるだけでも取れてくる試合って増えてくると思うんですよね。まあ、A クラスが可能かどうかは分かりませんが、21年ほど頻打にあえぐことはないのかなと思います。で相当難易度は高いんですが、アリエル、石川昂弥選手らが怪我なく過ごせるように、やはりバンテリンドームで助っ人追加がないことを考えると、本塁打数を6位から5位にしろっていうのも無理だと思うんですよね。で5位が阪神の121なので、これ50本ほど積み上げないといけないんですよね。まあ、それって相当厳しいなと思っていて、まあ、本塁打数100っていうのが現実的な目標だと思いますが、まあ、さらに31本っていうのも結構厳しいと思うんですよね。まあ、やっぱりここはせめて80本以上、90くらいというのを期待したいなと思います。アリエル、石川昂弥選手が20本打てば A クラス、優勝も狙えるとは思いますが、まあ、シンプルに若手選手の戦力化と中堅の復活、まあ、本当に求められることが多いんですが、そういうところが立浪新監督体制に求められるポイントなのかなと思います。で、まず近いところで具体的に期待しているのはポジション配分です。で石橋選手、郡司選手、アリエルと強打のキャッチャーが多くいながら、まあ、彼らが全員出られないんですよね。で木下選手という高い壁を越えるって、もう攻守ともに相当難易度が高くて、まあ、全体制で木下選手を使いながらこの3人をどう使っていくかっていうのを固めてほしかったところではあるんですが、まあ、今言っても仕方ありません。で石川昂弥選手、根尾昂選手もポジションを固めないといけない。で石川昂弥選手はセカンド、サード、メイン、郡司選手、阿部選手、アリエル、ネオ選手は外野調整もあるとのこと。で、ただでさえ攻撃力課題の中日、かつ外野が圧倒的に厳しい中で、打っている選手がポジションで出られないということがあるんですよね。
外野本職の選手に加え、今年から外野挑戦という選手がめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、なのでこの選手たちをどう使っていくか、それぞれの選手がそれぞれのポジション今考えられる選手が多すぎて、基本的にセンター大島選手、ショート京田選手、ファーストビシエド、キャッチャー木下選手以外もう流動的なんですよ。まずここを固めることが目下の課題なのかなと思います。まとめると、根尾選手、石川昂弥選手らの小若、鵜飼選手、ブライト選手が1年目から1軍でバリバリいけると個人的には思っていないので、まあ、2軍で2桁みたいな規格外さを見せてほしいなと思います。で、さすがに22年から挑戦の外野という選手が長期的に外野のスタメンをつかめるとあまり思っていないんですが、経験をしてほしいですし、まあ、特にアリエルに関してはがっつり出てほしいなと思います。で、22年1軍で根尾選手、岡林選手、郡司選手、アリエル、石川昂弥選手ら、そして2軍で石橋選手、ブライト選手、鵜飼選手、土田選手、伊藤康介選手、福本選手らが、まあ、どれだけ出るか、そして若手、そして育成助っ人たちがどれだけアピールできるかっていうのが、まあ、期待したいポイント、まあ、体制で期待したいというか、それぞれの選手に期待したいなと思っております。で、24年頃には全員が一軍のコアになっていられるような状態になっていてほしいなと思います。そして日本ハム、再開こそ免れたものの、今までコア選手たちが不振に陥ったことや、大砲がまさかの形で謹慎と移籍、一軍の長打がとにかく足りず、2桁本塁打選手が最後にようやく1人という状況だったんですよね。で、ただ一方、投手力はかなりついてきて、後半にかけて先発、中継ぎともに整備されてきたというのが21年シーズンでした。もちろん戦力的に打撃陣はかなり苦しいものの、ビッグボス体制になったこともあってかなり注目度上がってるんですよね。で、もちろん他のファンからすると、まあ、これだけ注目を集めているのだからやっぱり結果が欲しいとか、まあ、そういうことを言われると思いますし、やっぱそのビッグボスが改革をして1年で変えられるかってところが見られてると思うんですけど、やっぱ戦力的にそこまで劇的な変動はないので、まあ、なかなか1年で再建って難しいと思うんですよね。まあ、その中で期待されるポイントはざっくりと挙げるとこんな感じかなとも思います。で、まず投手から挙げていくと、21年上沢選手がパを代表するクラスの投手に復活と覚醒を見せました。で、ルーキーの伊藤選手が1軍で2桁勝利とローテーションを固めてくれました。さらに加藤選手も21年は多くイニングを送ってくれましたし、3本計算できた上に後半には縦の選手が1軍でローテーションに入ってきました。もちろん川野選手、池田選手、北浦選手、吉田康生選手らにはローテーションを固めてほしいですし、この選手たちの底上げも重要になってくると思います。で、バーヘイゲンが今のところ契約に関して情報が出ていませんので、まあ、難しいのかなと思っていて、新戦力が重要になっているかなと思います。で、上沢選手、伊藤選手、川野選手、立野選手と、まあ、ある程度4人は考えられているのかなと思いますので、まあ、この4人以降、特に5、6番手を吉田選手や川野選手、池田選手、新助っ人らで考えると思うんですよね。まあ、この2枠を埋めることが一番最初の先発というところで考えられるポイントかなと思います。で、リリーフも21年後半のようにロドリゲス、堀選手、杉浦選手とまず考えた上に助っ人、宮西選手、玉井選手、井口選手、西村選手と、まあ、考えられるのは頼もしいですし、石川直也選手が入ってこれるかっていうのも注目ポイントですよね。で、もちろんこの形、勝利の方程式で22年もいけるかはわからないんですが、この3人を前提で考えた上で、経験豊富な選手たちと新戦力がいる、そして帰ってくる石川直也選手らがいるということで、まあ、かなり心配事は減ってきているのかなと思います。21年開幕前は先発、中継ぎともに投手陣不安だったんですが、終盤の内容を考えれば22年は期待できるのかなと思っております。そして野手、まあ、こちらに関しては中日同様山積みだと思っています。21年は最後に近藤選手が2桁本塁打に到達しましたが、最後まで本塁打を増やすことができませんでした。セデ中日同様、日本ハムも本塁打問題に悩んでいました。ただファームでは万波選手が17本、清宮選手が1割9分9厘ながら19本、今宮選手が3割1分で14本と長打選手が多く控えています。この選手たちをどれだけ1軍の戦力にできるかというのが一番大事かなと思っていて、21年1軍で光を見せた浅間選手、高浜選手、野村選手、怪我で離脱もあった磯畑選手と小秋田選手が22年も1軍で戦力で居続けられるかというのがテーマかなと思います。
思います。この選手たちに加えてアルカンタラの助っ人が長打を打てる、まあ、全てが重なれば力アップも望めるんですが、さすがにそこまでは厳しいのかなと思います。ただその兆しは見せたいシーズンで、本塁打78から100、2桁本塁打選手1人から3人に増やす、得点454から500くらいまでのアップというところを期待したいなと思います。一方内野守備、そしてキャッチャーの守備力は課題でもあり続けます。チーム全体で失策76、パスボール10はリーグワーストです。清宮選手、野村選手、清水選手、石井選手らの攻守のレベルアップというのはマストになりますし、いきなりここまで臨むのは難しいと思いますが、失策60以下、パスボール5以下というのは目指したいところかなと思います。やはり21年までコアでいてくれた西川選手、太田大志選手、中田選手の移籍によって火力ダウンはもちろんですし、やっぱり相手に与える重圧ってかなり減ってくると思うんですよね。で、機動力という意味でかなり依存気味でもあった西川春樹選手の移籍、五十幡選手がいるからいいとは言いづらいところがあると思うんですよね。まあ、どれだけパフォーマンスが低下していたとしても出塁率という意味では計算できる選手だと思っています。まあ、この選手たちの穴をものすごく感じるシーズンにはなると思いますが、今までの野球と全く違う形になると思うんですよね。まあ、それがどのような野球なのかは我々には分かりません。ビッグボスがどういうことを考えているのか僕想像もつかないんですが、まあ、野球界を変えてきた存在でもありますので、まあ、今は少し未知数なので一番いい時期でもあると思うんですよね。ビッグボスの一番の武器って前例がないことだと思うんですよ。実績がないことが今一番の武器なので、何を言っても期待させられると思うんですよね。まあ、なのでこの人がどういう野球をしてくるか、どういうチーム運びをしてくるのかっていうのに、まあ、ファンはついていくしかないのかなと思います。まあ、それが希望的な姿であることを今は祈っております。全体を通して新体制になる3チームどう変わるかというのは他の球団より気になるところ。すでに履歴はあるソフトバンクではありますが、若返りかなり重要になります。そして中日、日本ハム、もちろん選手の成長次第ですが、この2チームは若手の長打力アップがマストになります。首脳陣の運用動向で変えられるものでもないような気はしますが、今2軍の主力となっている特に日本ハムの選手が1軍でしっかり結果を出せるレベルまで上がってこないとチームとして変わるのは難しいですし、中日も石川昂弥選手や根尾昂選手、そしてブライト選手や鵜飼選手らが、まあ、どれだけ中日ファンの希望になってくれるかというのは、まあ、本当に将来的な意味でも鍵を握っているのかなと思います。まあ、それだけ背負わされているのはかわいそうだなと思う分、期待したい部分もあるかなと思います。いきなり22年に上位進出するというのは難しいかなと思っていますが、何か変わるきっかけのシーズンにしてほしいなと今思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。